レッドドラゴンはトマス・ハリスによる小説。本作でハンニバル・レクターが初登場し、羊たちの沈黙、ハンニバルと続くハンニバル・レクターシリーズの第一作である。本作はハンニバル・レクターシリーズの第一作とされているが、主人公はグレアム捜査官、相手はあくまでダラハイドであり、レクターは早くに過ぎない。レッドドラゴンの日本語訳の再版で、 トマス・ハリスは、レクターは当初早くに過ぎなかったが、最古を操る最古をはじめとした作中での存在感が続編につながったとコメントしている。大いなる赤き竜と火をまとう女ウィリアム・ブレイク、1803年1805年頃、FBI アカデミー教官のウィル・グレアムは、目下世間を騒がせている一家惨殺事件の犯人を探し求めていた。 事件の全体図を把握しかねているグレアムは、何としても犯人の人物像をつかむべく、かつて自分が逮捕したことがある、人食いハンニバルこと殺人鬼の精神科医、ハンニバルレクター博士の習慣されている療養施設へと赴く。ハンニバルは異常殺人鬼でありながら極めて高い知能を有しており、檻の中で料理や専門分野の書物を読み、 科学雑誌に目覚ましい論文を執筆していた。ハンニバルのもとには各地から彼を崇拝する様々な最古的人物からの手紙が届く。その中にはある殺人鬼からの熱烈なファンゲターも混じっていた。殺人鬼は自分の持つ障害への劣等感や厳格な祖母へのトラウマに悩まされていた。しかしある日であった会が大いなる赤き竜と火をまとう女に見せられてしまった。 殺人鬼は赤き竜レッドドラゴンを自分と同一視し、いつかは自分も竜になるのだと信じて凶悪犯罪を重ねていた。グレアムはハンニバルから殺人鬼のヒントを得て犯人を追い求めるが、同時にハンニバルは密かにその殺人鬼と文通していた。ありがとうございます。